やろう YouTube、イエースお庭虫沢茂美です。さて今日は前回の続きから対銀行プレートってことでね、さて今日はこの、パワーポイントをね中心にやっていきましょう。で前回は交渉術って一体何なんですかってことで、2個ありましたね。対銀行と対売り主っていうのがあって、もうじゃあいくらでね早くどうやって早く安く買うのか教えてくださいよ澤さん話長いんですよってね。わかりました、すいません、話長いです。でもね、同じことを何回も言ってるってところはすごい重要ですからね、それで見分けてくださいね。これ音声で聞いてる方もいるので、もうねこの画面見なくても音声だけで分かるようにちょっとねくどしく説明してますがね、これだけ言ってても、澤さんどうやって勝てる物件見分けたらいいんですかってこう質問が来たりするんですよ。何回も言ってるでしょってね、もうその聞いてくださいで聞いて、もう澤さんの話長いからじゃないんです。何回も聞いてください。ということで今日はね、ここです。もうこれ銀行どうやってやるんですか、ね、ここまずね説明していきます。これ後で説明するこういうねもうシートを作りましたんで、これを共有します。ね、これを共有するのでこれを使ってねやってください。こういうふうにどんどんその物件のシートを作って、これを印刷して PDF にして、ね、郵送するだけです。じゃあどうするんですかってことで、今日はもう対銀行のプレゼンシートですね。で、この、シェアさせていただくこのパワーポイント、これを参考に作成してください。これ一番重要です。視点です。どういう視点で作るのか。あなたは誰ですかね、これから初めての物件を買う素人なんです、お金貸してくださいっていう視点で書いちゃダメなんです。じゃあ誰の視点で書くんですかね。はい、ここに書いてあります。読みますよ。あなたが銀行の融資担当者、融資係のね、担当者だったら、この資料を見てどう思うんですかって、その視点ですよ。ねえ。要は銀行の、ね、一生懸命毎日もう大変だよ、もう今日定時に帰れないよって言ってる融資係の人の気分になって、どういう人にお金貸したいと思いますか、どういう、ね、資料を作ってくれる人、こう、その本人の属性とかありますけど、後ほど言うようにね、属性っていうのはねそんなに関係ないんです。なぜならば属性が関係あるっていうのは、本来銀行から見て5000万円の価値しかない物件を1億円で買おうとしている人がもしいたらどうですか、ね、銀行から見たらこの人ね5000万円丸々足りないよ、どうしようかなってなるわけです、ね、5000万円の価値があるものを5000万円貸してくださいだったら、この人が突然死んだとしても、この人が悪いことやったとしても、それを物件を売ればね、売ったら5000万円の価値があるんですから、じゃあ銀行から見てリスクないねってなるわけです。でも、ね、5000万円の価値しかないものを1億円で買ったらリスクあるんですよ。じゃあどうするんですか。頭金をたくさん入れてくださいね、そうなりますよね。あなたはどこに何年勤めてるんですか、そのあなたの労働力で返済してくれるんですよね。そうなりますよね。これが属性です。もうね、簡単に言いますよ。六本木ヒルズね、1000億円くらいもっとすると思いますけれども、あれがね、万が一500億円で売られていたら、ね、500億円じゃない、100億円だと分かりやすいね。100億円だったらもう絶対買いですよね。買うって。で、すごいもう誰でもないただのおじさんが、それをその人だったら100億円で買える、ね、でそれを売ったら1000億円くらいするというのが分かってたら、銀行はこの人に頭金とか必要って言いますか、言わないですよね。だってもう売ったら1000億円の価値があるものを100億円で手に入れられる、もうリスクないですよね。リスクないから誰でもいいんです。もういきなりあなた買ってください、そしたらね100億円を融資したら、その人100億円融資したらその人が買えちゃうわけですから、もうリスクなしに利子が取れるわけですね。これいいじゃないですか。その森ビルがそういう売ったりすることないですけれども、要はそういうことです。なので銀行から頭金ね、銀行は絶対ね貸せませんっては言ってきません。貸せませんって言わないんです。ね、プライドがありますんで。ただ頭金がいくら必要ですって言ってきます。ね、頭金3000万円ですって言ったら、これはお断りですってことです。あなたね、この物件不良債権買う資格ないですよ。あなたの労働力足りないですよ。銀行から見てリスクありますよ。銀行が教えてくれるんですよ。ただでこの物件が危ないのかどうか。ねえ、いいですよね。だから銀行が止めてくれたらもう買わない方がいいってことなんです。無理しないでください。ね、銀行がどうぞどうぞって言ったら、それは安全だってことなんですね。だって銀行だってね、焦げつついたり損したりしたくないじゃないですか。ましてやね、今金融庁からすごい指導されて、まあね、これ時代によって違うと思いますけども、フルローンできる時代とフルローンできない時代で、どんないい物件でも、ね、金融庁からの指導が入って、ね、頭金をやっぱ1割は入れてくださいっていう時代もあるわけですよ。もう金融庁には逆らえないんです。でもこのサイクルはこう15年おきにね、この多くの不動産ディベロッパーがタケノコ族のように立ち上がってはね、バババって15年おきにまた消えてまた立ち上がって、この歴史を延々と繰り返しますからね、不動産業界は。まあそういうものなんです。だから景気のいい時、貸しやすい時、借りにくい時、今買った方がいい時で、こういうのがね、こう波のようにただ繰り返されてるだけなんですよ、ね。リーマンショックでやられたって言ってる人たち多いですけど、リーマンショックの時に買った人が不動産をね、今買ってるんですよ。つまりもうみんながやべえ手放すしかねえっていう、要は高く買った人たちが安くなった時に売っちゃってる、これが負けてるっていうことですね。で、安くなった時に売ってまたどうせ高くなるんですから、そして高い時に売ったらいいわけですよ。まあ要は投資商品として見たらそうなんですね。で、ここは純粋に不動産として見ていきましょうということでですね、この銀行マン、ね、銀行マンの気持ちですよ。めんどくせえって思うわけです。どうですか、仕事の書類が山積みになってたら、しかももう書いてあること意味わかんねえ、箸にも棒にも触れねえような、もう銀行マンさん、あなたが調べてくださいっていうような資料が山積みになっていったら嫌ですよね。じゃなくて、もうそしたらどういうのから仕事しますか。これそのまま印刷して上司に見せたらそのまま使えるじゃんっていうところからいきます。そういう人の印象いいですし、そのくらいの能力があるっていう人はその経営能力も高そうだな、ね。それで、ね、銀行はこの銀行で融資が断られたからこうだ、この銀行の融資姿勢はって、それはありますけれども、結局言いますよ、担当者のさじ加減なんです。同じ銀行でも視点が違えば違います、ね、融資姿勢は違います。視点が違っても違いますけど、同じ視点の中でも担当者によって融資姿勢違います、ね。要はね、もう、うわー、やばいよ、今月はまた支店長にしばかれる、誰かいうアパートローン頼みに来てくれないかなって思ってるところに来たあなたのこのね、書類と、うわ、もう今月はもう手回らない、もういっぱいやんない、もう子供のね、誕生日に今日行かなきゃいけないのに行けないよ、帰れないよ、どうしようって言ってるところに来たとき。ね、その同じ書類が来ましたよ。そうしたときに、これはもうダメ、はい、この人ダメ、初めて、知らない人、はい、まともなところに勤めてなさそうだね、はい、ダメ、はい、これお断り、お断りしないからね、頭金、3000万とか言って、こう、処理していくわけです。本当、さじ加減ですよ、ね、細かいところも。だって、人間が査定してるんですから、その人間がいいって言ったら、ね、明確な基準のところもね、まあ、これは OK かな、丸かな、三角かな、C かな、B かな、B みたいな。ね、まあその C のところを A にするところはね、なかなか難しいかもしれませんけれども、でもうね、その厳しいところに人に行ったらね、もう今月もいっぱいいっぱい、もうアパートローン来なくていいんだよっていう人のところに行ったらそうなりますし、もうやったー、アパートローン来てくれたー、こういったどんなやつなんだ、おお、もう資料ができてるじゃないか、これそのままね、表表紙つけて二審議書にもう添付資料にしたらもうほとんどできてるじゃないかっていう資料が送られてきたら、よし、まあこいつはね、通したい、いやもう何より自分の所詮のためにね、ここで1本アパートローンを何本通しておかなきゃいけない。これはね、こんなB かもしれないけど、B かもしれないけど、ね、こうやってつけていく。まあ実際にはね、もうちょっと数字がちゃんと計算してるんですよ。でも結局人間がやってるので、そういうね、査定のところがあるわけです。で、そういうところで A になるにはどうしたらいいのか、A にする確率はどうしたらいいのかっていう、ね、自分の上司にこの人に貸しても良いという資料を作りたくてしょうがないんです、銀行マンは。ね、自分がこの人を落とそうと思って、なんか、稟議書とかその資料作りますか？ね、作ってもう落とされるために作らないですよね。もうこの人ダメみたいな。でもこれ仕事だからしょうがないから作んなきゃいけないんですね。その申請が来たらアパートローンの申し込みが来ました。くっさー。でもまあ俺の業績上がるからいいやーっつって。でね、この人だったら貸しても大丈夫ですっていう資料を作りたいんですよ。なんでですか？銀行っていうのは貸したいんです。貸すのが仕事なんです。ね、でもそこは査定しないとダメなんですけども、コロナのやつとかはもう見ないでね、OK、OK ってやってましたよね。まあ、それは金融庁じゃなくてまあ、そういう行政の指導が入るからそうなるんですけれども、資料を作りたくてしょうがないのに、ね、資料を提出しているあなたが、なんか自分の所得を隠していたり、これ見られたら恥ずかしいなとか言って、確定申告のやつをこうつけてなかったりすると、どうせね、またこいつ来てねえよ、ないよ、じゃあまた電話したらすみません、何々さん、確定申告の書類3年分送ってください。あ、確定申告ないんですね。じゃあ、給与明細のやつをコピーとかでもいいんで、なかったら会社に発行してもらってやってくださいって、これ、その電話をかけるのめんどくさくないですか？めんどくさいからこいつ後回し、もしくはこの人、初めてだし、ダメと。で、めんどくさいことはみんな嫌いなんです。銀行マンは忙しいんです。その銀行マンの代わりにあなたが最大限のものを出してください。自分のプライバシーを隠すなんてもってのほかです。もう車のローンとかね、もし現金預け払い機にカードローンとかがあるんであれば、もうそれも、ね、全部出してください。もうそんなのないのが望ましいですよ。でも、それ嘘ついたってどうせバレますからね、バレるんですよ。すべての日本国に住んでいる人が、しかるべきところはその人の負債の状況を確認することが認められてますからね、合法的に。だから、あなたの名前を正式な手続きをやってこう調べたら分かるんですよ。いくらどこにね、何年から何年までカードローンがいくらで、車のローンがいくらでみたいな、消費者金融いくらって、もうすべての金融機関がつながってますからね。その CIC とか、いろんなのがあるんですけど、私も自分のやつ見たことありますけど、ね、おお、こんなに詳しく書いてあるんだってね、思いますよ。まあいいです。資料作りがしたくてしょうがないのに、その人に自分が個人情報とかプライバシーとか、そのケチくさいね、貧乏根性でそういうものを隠して渡してなかったら、もうめんどくさいし、行ったり来たりでね、電話かけなきゃいけないし、ああ、友達にしようって、この人は C だなって、A、B、C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 、はい、ダメでした、頭金3000万円ですと。銀行は貸せませんと言わないですからね。頭金の量が大きくなったらお断りってことです。まあね、この人だったらね、もう、普通って頭金1000万円なんだけど、500万円でいいやんってね、なるかもしれません。ね、もう、今のご時世ないけれども、これね、もう、担保価値出ちゃってるから、フルローンでいいやって、フルローンっていうのは初期費用以外かからないってことですからね、これが一番レバレッジが効いた状態です。で、その書類、ね、今から見ていく、その書類を作って、銀行、信金等に送付するんですね。一回作っちゃったら、もうあとはね、コピー機にかけるだけです。印刷機で印刷するだけです。PDF を1個作って。そしてその PDF ファイルをメールとかでもね、担当者に後で仲良くなったら送っていったらね、向こうの人もね、書き直したりするのは楽でいいですよね。ほんで、同じ資料を20部作成して各担当者に発送。もうこれね、簡単です。何々銀行、アパートローン担当者様。って言ってね、住所なんか自分で調べてくださいよ。で、どこに置くのかっていうのは、その地域ですね。まずその地域の地銀と信金と信組と、あと同じ地域にあるところの近隣の支店とかですね。千葉県の物件買うのに北海道の、ね、支店に送る必要はないと思いますけれども、大体20個くらい送ってください。ね、何個でもいいです。10個とかでもいいですけど、10個だとちょっと少ないですね。30個くらい送ってもいいです。だって、ね、そのコピーして、住所やって送るだけじゃないですか。行く必要ないんです。送ってください。送った方が向こうも嬉しいです。よくね、銀行に行ってすいません。私、こういうものなんですけど、アパートローンを、担当者の方にご相談したいんですけどって行く人いますけど、もう銀行員からしたらね、もうね、めんどくさい。俺仕事いっぱい溜まってるのになんであなたの話聞かなきゃいけないの？しかも、ね、何も書類ないし、あなたの収入とか知らないし、初めて会ったし、なんでその知らないあなたのことを私がね、見ただけで査定しなきゃいけないの？できないじゃん。そうですよね。できないんですよ。で、どんな物件が欲しいんですかとか言ってね、もう世間話して終わって、物件の資料とか持ってても、ああ、そうなんですね。ね、土地の評価額とか担保とか、そういうのもなかったらね、銀行員もね、貸せますかなんて言われたって、貸せますなんて絶対言えないですよ。だって適当に言って、あなた一度貸せますって言ったじゃないですかって言われないから分かりませんので、書類を揃えて申し込んでくださいって言うだけですよ。だからね、意味ないんですよ、窓口に行っても。ね、銀行マンも忙しいのにね、その与太話に付き合わされて返さないで、もう書類を送ってください。もう印刷して送るだけです。で、もし足りなかったらね、電話がかかってきますし、で、そこで電話でやり取りして、担当者の、窓口の番号とかをお伺いして、あとはメールとかね、SMS、ショートメールとかで、ね、やればいいです。20分くらいです。やってください。どこに送るのか、どこでもいいです。もうそこの Google マップ調べて、銀行ってやって出てきたやつ全部送ってください。その金棒20個くらい。そんなんでいいのってね、銀行も今、今月はもう支店長、そのエリアマネージャーからしばかれて、もうアパートローン上げなきゃいけないんだよっていう銀行とか支店とかもあるんですよ。新金とか新組とかも、もう分かんないんです、そんなのこっちから見て。よーし、分かった、じゃあもうこれは通そうとかね、もう何が起こるか分かりません。そしてね、20個送りました。まあ、半分くらいね、もう連絡もないかもしれません。なんだこいつはと。でも半分くらいは今検討中ですって言うかもしれません。でもね、いきなり分かんない人からね、初めての人から来て、まずは電話しようかなとかって迷って止まってる担当者もいるわけですよね。そういった時に、どっか1個がね、もう早くこれローン通して俺の業績にしないとっていう人も、ね、20個くらい負けばいるわけですよ。もっと言いますよ。同じ銀行で断られても同じ銀行の同じ支店にまた送ってください。そしたらまた別のね、担当者が見て、やったぜって言ってるかもしれないからね、俺アパートローン欲しかったんだよーつって、支店長からマネージャーからしばかれるのがこれ少し、和らいだーとかっていうのを喜んでるかもしれないですよ。ね、その人が見たらね、あ、やった、私の案件とか言って、自分の案件でめちゃくちゃ頑張って通してくれるかもしれないです。で、分かんないです。で、すでにそのパイプがあるところに頼んでもいいですけれども、はっきり言ってパイプがある人よりもそのばらまいて一番やる気がある人、それを通したい人で通してもらった方がいいです。それで通してからがポイントですよ。20個くらいやって担当者に発送して電話が来るのを待つ。はい、何々さん、書類を送っていただいてありがとうございますと。で、今から審査して1週間後くらいには何らかの回答ができるかもしれませんみたいな。ね、そしたら担当者のお名前と、電話番号をお伺いして、ね、連絡の、メールとか分かったらメールの手段とかでご挨拶をしてですね、相手を気持ちよくさせてください。どうですか、なんか、お前仕事なんだからしっかりやるよとかって言ってる人と、いや、ありがとうございます。あなたのおかげで私の人生がすごい好転しそうなんです。ありがとうございますって言ってる人、どっちを手伝いたいですか、同じ仕事だったら。ねえ、そんなの分かってますね。だからそれがさじ加減に影響する可能性はゼロとは言えません。で、もう要はもうその人のね、さじ加減なんです。そしてその人が、ね、最終的に支店長のハンコを押したら、そこでね、お金が借りられるんです。人のふんどしで自分の人生のゲームができるんです。これがレバレッジが効いてるってことですよね。そして電話が来るのを待って、ね、この書類じゃどうやってやったらいいのだって、まだね、購入金額とかも決まってないじゃん。今、交渉中じゃん。ね、しかもその向こうが売るとも言ってないじゃん。いいんです。売るって言ってなくてもいいんです。ね、例えば1億円の物件をこれ8000万円で俺買わないと買ったらいいんだよなってんで、8000万円で買うためには7000万円で差し値して、8500万円に戻して次7800万円にして、それで最後は8000万円で、契約だなっていうふうに思ったとします。そしたら、ね、8000万じゃなくても9000万とか、8500万とかで適当に購入予定金額（仮）これを書いて、資料を作ってください。そして頭金をいくら入れるのかっていうのをね、頭金ゼロとか言って計画作ってもいいです。後ほどね、その自分の返済計画とか、その資金計画とか利益の計画を書くところがあるんですけども、そこにね、自分で Excel で作ってください。これ自分で作るんですよ。で、その金利は、例えば 2.9%、ね、温厚のパーセントは知らないけど、例えば 2.9% の場合、1.9% の場合、0.9% の場合とか3パターン作ってもういいです。そうするとね、銀行マンがいちいち Excel に入力したりしなくても、もう向こうそういうシステムありますんでね、そのパターンが分かって、あ、この人ちゃんと自分で調べてんだなっていうのが相手に伝わるわけですよ。ね、その自分で調べて自分で人生を計画できる人なんだなっていうのは相手に伝わるわけです。そういう人とそうじゃない人、どうですか？どっちがいいですか？そして、ね、他行の状況、他行っていうのは他の銀行ですよ。金利とか頭金とかその予定金額とかでいろんなパターンを作って、これだって言って送って、その銀行の人に見てもらうと、ね、20個くらい送ると早いところと遅いところがありますよ。で、早いところはもう早くその融資をしたい、もしくは優秀な担当者がいて、ね、早く業務を終わらせたいというところですよね。そしたら、何々さん、この金額ね、フルローンは無理ですけど、頭金1000万円だったらいけますよ。で、金利は今、業界最低水準の 3.6% ですが、分かんないですよ。言ってくるかもしれないです。あ、そうなんですね。ありがとうございます。もう1校の方からも、ちょっと近々連絡があるので、もうしばらくお待ちください。あ、そうなんですか。ね、これ、相見積もりを取るのは当たり前のようにね、複数の銀行に交渉するのは当たり前ですからね。で、そしたらね、他のところは、例えば 2.9% でやりますよ。同じく頭金1000万円ですって言ってくるかもしれないです。そしたら、その最初の 3.6% って言ってたところに、どこどこ銀行って言っても言わなくてもいいですけど、これね、言うとまたね強力なんですけれども、では 2.9% で一次審査仮審査が通りましたっていうと、向こうはね、あ、そうなんだって、これね他の銀行がいい条件を出したっていうのが一つ根拠になって、また次そのあ、すいません私見直しますと、ちょっともう少し頑張らせてくださいみたいなこともあります。でそうやってどんどん下がっていくわけですよ、金利が。で最後はね住宅ローンじゃないのに 0. 何%になったりすることもあります。まあそれは物件によってないかもしれませんよ。で要はですね、他の銀行が OK を出した他行の状況っていうのが銀行マンにとって、要はライバルですからね、ライバルが OK 出したのにどうなんだって、要は銀行の中でね上司がしばいてるわけですよ、ね、隣のなんとか銀行なんとかしてんや絶対負けんなみたいなね、その絶対負けんなって言ってるようなところが取って OK 出したってなるとね、これ銀行マンのプライドが結構許さなかったりするんですよね。でそういうので下がってったりします。そうこうしてると頭金なしでいけますとかですね、まあ、頭金は100万円でいいですとか、まあ、100万円ないかもしれませんけど、500万円でいいですとかね、そういう物件が出てくるかもしれない。もしくは、その共同担保で何かお持ちですかみたいなね。まあ、共同担保っていうのは、その物件を買う代わりに自分がまあ持ってる物件を担保に入れることによって、フルローンいけますよとか、まあ、これはね、実質的にはフルローンじゃないんですけどね、担保が入っちゃってるんで、まあ、そういった条件が出てきて、あ、じゃあ、この書類をとか言って自分の持ってる他の物件とか、まあ、持ってなかったらそれ追加資金をね入れたりして、それ一番いい条件のところだから20個を巻くんですよ。20個巻くの大変ですか？大変じゃないですよ。印刷して20個出してボンボンボンってポストに入れてくるだけですね。あとは巻いたものが返ってくるのを待つと。で一番いいところでまたそれを電話するんです。何々さん何%って言ってたけど、何々銀行で、頭金なしの1.5% が出たんですって言ってください。言うとね、うお、そうなんですか、じゃあうちも頑張りますって。頑張ってできるんだったら最初からしろよってね、なんか思っちゃいますけどね、まあ、そういうのがあるんです。で、ね、はい、あなた無理ですと、ね、頭金5000万入れてください。5000万なんか払えるわけないだろうってね、大体ね、ここで、ああ、俺って信用がないんだってね、ちょっとね、がっくりきて、断られて、ね、落ち込んで、もうね、なんか動かなくなっちゃうの。ね、動かないんで、言ってますよ。大量行動ですね。大量行動が大切なんですよね。下手な鉄砲数じゃなきゃ当たらないし、数打ってると、ちょうど会う人が勝手にやってくるんです、向こうから。断られたから何？断られたから一体何なんですか？にだから20個やって19個断られてもいいんですよ。20個断られてもいいんですよ。断られたら、よかったって思えばいいんです。なぜならば、買ってはいけない物件を買ってはいけない金額で買おうとしてたんだっていうのを銀行様が教えてくださるんですね。これありがたいですよね。なので何にも傷つく必要はありません。じゃあ俺の目がちょっと悪かったんだなと。ね、澤さんの動画見て物件選んだけど、あんまりいい物件じゃなかったんだな、銀行から見てと。で、自分で勉強してください。で、それでどんどん失敗してください。なぜならば失敗じゃないんです。それは失敗じゃなくて、それは段階的成功です。ね、階段をちょっとずつ登っていく、その一歩一歩の階段が失敗なんです。失敗と呼ばれるものなんです。失敗しちゃいけないなんて教わったのは、ね、完璧主義、きちんと病にかかった今までの価値観なんです。どんどん失敗してください。エジソンはね、まあ、本当かどうか分かんないですけど、2000回そのフィラメントを発見するのにいろんな、ね、ものを試していって、最後にその竹のね、フィラメントにたどり着いて、そこで2000回目で、まあ、うまくいったって、その2000回目にたどり着く1999回目までは失敗だけど、その失敗があったからちょっとずつ階段登って最後2000段目に登れたんじゃないですか。つまりそれは全部失敗じゃないんです。全部段階的成功と呼んでください。これから失敗という言葉を使わないでください。段階的成功と呼んでください。断られたから一体何なんですか。それは段階的成功です。やったーってその都度喜んでください。ここが断ったから、ここに次のやつが貸してくれるし、次の資料作りもうまくなって、一発目でうまくいきたいんですか？あなた。一発目でうまくいかないでください。どんどん失敗してください。ということで、このシートをね、今大体ね、全体の流れ分かりましたよね。いいんです。段階的成功しても。ね、今失敗って言おうとしちゃいましたけどね、段階的成功してください。でその代わり、これをやればね、どんどんコツが分かっていって、こんな資料ね、何回も作れないよとかって思うかもしれないですけど、まあ、じゃあね、この資料、ね、1ページ目から見ていきましょう。はい。提出時はこのページ削除してくださいって上に書いてあるやつは、これは、ね、銀行に提出しないページですからね、これをそのままくっつけて出すとね、お銀行、何なんだこれはとかって思っちゃうんで、このページはPDF にするとき抜いてくださいね。ね、まあ、この資料はね、架空の物件に関する資料で、あなたの物件とは明らかに関係ないところはもうこれ、ね、削除してとか書き換えたりして、自分でやってくださいよ、ね。改良したりして、自分の資料として活用しなければ何の意味もありません。それはそうですよね。で、自分がゼロから作った資料として、銀行マンさんが少しでも楽ができるように、愛する銀行マンさんに、好きですと告白の手紙を送るかのごとく、資料を作り込んでください。ね、まだ見ぬその銀行マン、私大好きで、あなたのために私仕事をしたいんです。あなたを出世させてあげたいんです。あなたにね、いいアパートローンの案件を1件ね、持ってこさせてください。そういう気持ちですよ。その気持ちがないと、ね、独りよがりな銀行マンから見て、うわ、こいつ資料を作ってきたけど、全部ね、意味ねえよ、作り直しだよと。ね、銀行マンの気持ち分かってないよ。俺がこれそのまま上司に見せられるような資料くれよって思いますよね、自分が担当者だったら。そういうものを作ってくださいということで、まあね、大体そういう気持ちがこのシートの中に入ってますんで、まあ、見てみましょう。これ 1枚目はね、まずお手紙です。で、ここに名刺をホチキスってことで、自分のね、本業の名刺とかをここにホチキスでパチンとこうやったりすると、なんかそれっぽい感じになりますね。この名刺ホチキスっていうのは、まあ、消してくださいよ。はじめまして、これ自分の名前なんとかと申します、澤と申します。この度は下記物件の御行からのご融資を受けて購入できたらと検討を深めてまいりました。できうる限りの資料は準備いたしましたが、ご担当者様から見て、資料修正や追加の資料の必要がありました。何卒ご指導ください。そうですよね。現在、記載の金額で購入できる可能性について、売り主様と交渉中ですが、これ、交渉してなくてもいいですよ、自分がこれ買うつもりだって、まずね、銀行の OK がないと、ね、銀行、このくらいの物件がこのくらいの金額だったらっていうのがないと、売り主もね、銀行の OK もらってんの、もらってない、ああ、じゃあいいよ、こいつ無視しとけってなりますんでね、交渉中ですが、御行からのご融資の可能性について、示唆いただけますと、交渉が有利に進む可能性がございます。まあ、つまりはね、御行が融資してもいいですよ、頭金いくらですよ、フルローンですよっていうのをあらかじめ知っておくと、その当然、交渉が有利になりますよね、売り主様との交渉が。あ、この人、買える人なんだってね、売り主に伝わるんですよ。買える人以外と話してても時間の無駄ですよね。なので、銀行から OK がね、仮審査 OK が出ましたっていうのがすごい強いんです。なので、まずこれをやります。だから、交渉が始まってなくてもこれ出してもいいです。だって銀行に出したけど、この物件先に売れちゃいましたって言っても別にいいんですよ。私が買うね、銀行さんが融資をね、OK って言ってくれる前に人気の物件だったからね、売れちゃったんですよ。もしくは、この値段で買おうと思ってたんだけど、売り主が値段高くしたんですよって、そういうことかもしれないじゃないですか。なので、銀行にはもう買う、買わない、関わらず、この物件だって言ったらもうあらかじめ。もうこの物件が流れても、1回これで審査を受けてれば、このくらいの物件は OK なんだっていうのが、銀行マンさんは次2回目なんでね、1回目にちゃんと見ててもらえたら、ちょっと物件変わりまして、金棒ですが、この物件で行きたいと思いますって言って、その次の話が早くなるわけですね。なので、これ流れてもいいです。で、その売り主様との交渉が有利に進む可能性がございます。何卒お力添えをよろしくお願いいたしますってこう担当者さんにね、挨拶するんですよ。こういうのがね、書いてあったら、その実際に面と向かって会いに行くのよりもね、ひょっとしたら嬉しいかもしれませんね。で、何かありましたら、下記電話に24時間いつでも連絡いただければ嬉しいです。これね、何時から何時までとかって書いてあると、もうそれだけでその精神的束縛になるわけですね。24時間いつでもって言っても、銀行マンが真夜中に電話してくることはありませんから、ね、ないですよね。業務時間中に、今私、残業やってるんですけどね、本当の資料作ってるんですけど、ないですから。だから、24時間いつでもご連絡いただければ、そしたら銀行マンどう思いますか？この人ね、相当もう、そんくらい、ね、熱を入れて、この物件を検討してるんだな。じゃあ僕も熱を入れないとなって思いますよね。で、今後とも末永いお付き合いをよろしくお願いいたします。電話番号090ほにゃほにゃほにゃでメールアドレスもね、書いておいて。